かりんこと今崎あかりです。この度 YouTube を始めることになりました。イエーイ。私はフェアリーテイルズという名古屋のアイドルグループで活動している傍ら、学校の先生だったりダンスの先生だったりバトンで日本代表になったり現役の大学生だったりいろんなことをしているので、それを知ってもらおうと思い今回始めることになりました。なのでこのチャンネルでは私の経験談や日常などをお届けしていきたいなと思っています。フェアリーテイルズのメンバーが出てくるかと言われたら出てこないかもしれないんですが、よかったら見てくださると嬉しいです。そして企画、撮影、編集すべて私一人でやっているので、動画の更新頻度もあまり期待はしないでほしいですとは言ってもこれから2023年このチャンネル頑張っていきますので、よかったらチャンネル登録してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。初めましての方も多いと思うので、自己紹介のプレゼンを作ってきたので、よかったらそれで見ていってください。それでは今からプレゼンテーションを始めていきたいと思います。夢咲あかりについて紹介していきます。まず夢咲あかりとはどんな人物か。やると決めたことは必ずやりきる。例えばどんなことがあるでしょうか。バトントワーリングを例に挙げて話してみたいと思います。幼稚園の頃に始めたバトントワーリングを20年間続けてきました。中高生時代は週に7日間練習があったり、学生時代の全てを費やしてきました。大学生の頃には日本代表としてフランスで開催された国際大会にも出場しました。次にトレーニングです。バトンをきっかけに始めたトレーニング。大学生時代はフィットネスクラブでアルバイトをしていました。トレーナーや指導者の資格も所有しており、現在もフィットネストレーナーとして指導をしています。そんな夢咲あかりの今の肩書きを見ていきます。アイドル、高校教師、フィットネストレーナー、大学生、バトントワリング元日本代表、アイドルオタク。つまり、情報型の人間です。そんな情報型の人間の一日のスケジュール、このようになっております。学校2校で指導をし、フィットネスジム、自分のライブ、バトンのレッスン、それが終わったら大学の勉強、一日でこんなスケジュールをこなしています。こんな日々を過ごしていたらいつの間にか言われるようになったのがサイボーグ。私はこの言葉を褒め言葉として捉えています。なのでやろうと思えば何でもできる、それを私自身が証明していきたいと思います。以上でプレゼンを終わります。ご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。これから夢咲あかり YouTube チャンネル頑張っていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。